皆様、早稲田大学国際文学館村上春樹ライブラリにようこそいただきましてありがとうございます。当館、今月で開館1年になります。この間、豊田館長のもとにですね、国際文学に関する研究と、それと、村上春樹さんからご寄贈ご寄託いただいております膨大な資料の整理をやってまいりました。今日のキャンパスライブは坂本美雨さんをお招きしております。坂本さんには開館以来、この館を取材いただいてですね、番組等でご紹介いただいたり、それからいくつかの、数々のイベントで MC として登場いただいておりますけれども、今日は、ミュージシャンとして坂本美雨さんをお招きいたしました。そして、演奏の後半にはですね、作家の小川聡さんにも加わっていただいてお話を伺いたいと思います。それでは、まずは演奏をお楽しみいただければというふうに思います。ここで村上ライブラリーで、演奏できるの本当に幸せです。この場所は春樹さんの好きなもの、春樹さんが生きてきた中で通ってきたいろいろなものとか、ご縁のあるさまざまな、本、人、いろんなものが詰まった大事な建物で、私は10歳の時から春樹さんの本を読んできたので、あと私のこう血の中に入っていると言っても過言ではないんですけれども、その血と今こうして音楽をやってきたことが交わるような、今日はそんな日だなぁと思っています。村上春樹さんの、お店ピーターキャットにあったものです。こうして、人の前でね演奏をされるのは多分
本当に久しぶりのことなんじゃないかなと撫でてみたりして、かわいいかわいい。まみこちゃん弾いてみてどうですか？あのピアノを弾く人間としてはとっても個性的な楽器で、いろんな歴史をこうこの全てフェルトとか楽器の中にいろんな空気を含んで今ここに立っているのかなと思うので、なんか弾いていても一音一音こういつもよりも噛み締めながら演奏させていただいてます。物理的にはとってもタッチが重いんですよ。でもそれがいつもよりも何だろう、こう一音一音深く押すこう集中力というか、なんかそういうのがすごい楽しんでおりました。ありがとうございます。村上レディオのプレスペシャルを共にしてもう4年になりますね。そうですね、ちょうどプレスペシャルが始まるちょっと前ぐらいに、はい、FM 東京のプロデューサーに飲み屋で捕まって、うん、やるぞって言われて本当に小川さんの場合は捕まったっていう感じですね。そうですね、捕獲されて、いやでも、はい、村上春樹さんの、まあ、作品の話とか春樹さんの話をしたらもう前だみたいな感じで、うん、でまあそこからね、ミュウさんと結局、ね、結局ずっと番組やることになり、はい、ディアフレンズにも2回呼んでいただき、はい、来ていただきました、ね、でその番組内でね、いろんな人と結局出会うことも、ね、ミュウさんももちろんあったと思うんですけど、うん、もう偉大なね、先達たちに普通の自分じゃ、ね、会えないような人と会ってお話聞けたりとかして、あの時のね、まあなんというか簡単に決めてしまったことが気持ちって言おうとしたでしょ、ね、今いやいやいやでも、うん、小川さんはもちろん皆さんご存知の通り、作家小説家でいらっしゃるんですけれども、う、はい、もう最初からプレスペシャルって生放送だったんですけれども、ほとんどの場合、堂々と生放送をすごくリラックスしてやってらっしゃって、そうですね、まあ、僕は小説書くのが本業なんで、ラジオはもうミスって業界から干されても知ったもんかぐらいの気持ちで良くも悪くも、ね、緊張せずっていうのと、はい、あとまあね、ミュウさんがね、やっぱりね、これはね、ミュウさんとラジオをやったことしか人しかね分からないと思うんですけど、うん、めちゃくちゃやりやすいんですよ、ありがとう、なんだろう、投げやすいキャッチャーみたいな感じで、多分ピッチャーにしかね、その感覚が分からないと思うんですけど、基本的にね、進行とかは全部ミュウさんがやってくれるんで、僕はもうあんまり何も気にせずただ喋ってるだけみたいな感じで、いやいや、すごく楽だったんですけど、今日はね、ちょっと僕がミュウさんから話を聞かなきゃいけないんでね、そわそわいつも僕が投げてるのをね、僕が今度キャッチャーをやんなきゃいけないんで、ちょっと僕もね、どうしようかなっていう、そうですね、はい、そうですね、あとね、僕がね、結構ね、うん、このエッセイの中で一番こう文学が開いた瞬間があったんですよ、はい、一箇所だけ僕の中で、はい、僕の小川さんの中の文学が開いたそのミュウさんのエッセイで、うん、これこの先に小説があるなって思ったエピソードがあって、すごい嬉しい、なんだろう、それは高松空港の、はい、おお、はい、キャリーバッグかな、ミュウさんスーツケースかなんかが、はい、を
なんだっけ、そうなの、あの荷物預けてて、預けた荷物がこうレールで来るじゃないですか、はい、キャリーケースがこう流れてくる、それを娘はあのすぐ取りに行ってくれるんです、いつも、うん、でちっちゃい時からそうで、はい、まあ、今でもちっちゃいんだけど、もう本当に必死になって取る、流れてきたらすぐ取る、はい、で1回目流れてきた時に高松空港で私がトイレに行ってて、それで戻ってきて、で流れてきた時に娘がママ来たよって言って、ちょっと重すぎて取れなかった最初で、来たからちょっと早く取ってた、まあちょっと2回目取ればいいから今いいよって、あの大丈夫大丈夫って言ったんだけど、すっごい慌てて娘がダメだよって言ってで重いのに思いっきりガーって力を込めて取ってくれたんですね、うん、でまあ大丈夫なんだよって言ったんだけど、その後に気づいた、随分経ってから気づいた、なんであそこであんな必死になったんだろうと思ってふと考えてみたら、そっか、あれあの1回しか回ってこないと 思ってたんだと、娘は何回もぐるぐる回るもんだっていうことを知らなかった、そういえば教えたこともないしそういえばそうだよな、そう思うよなと思って、だから誰よりも早く取んなくちゃと思ったし、無理して取ってくれたんだと思ったら、なんかガーンってなってそうですね、うん、だからあの荷物が1周目で取れなかった場合は、うん、そう、もうどこかに消えるというか、消えてしまうと、うんうん、あのキャリーバッグがこうキャリーケース、あのケースがぐるぐる回るルートのなんか黒いところが、うん、そう、なんかあのいかにも吸い込まれていきそうなの、そうそうそう、黒いペラペラの中に1回行くじゃないですか、あそこがもうだから没収するねそうそうそう、ブラックホールみたいなまあそれちょっとなんか面白いなと思いましたね子供の視点からすると、うん、多分あれはブラックホールというかね、もうね、なんかゴミ焼却場じゃないけど、そうそうそう、そこからもうドーンってどっかに落ちるみたいなあれがなんかすごいね、僕は小説がなんか潜んでるなと思いましたね、あのエピソードは。あー嬉しいです、僕の中で、まあ、それでやっぱりなんかそういうことを、その子供がどうしてそういうことをしたのかっていうのの想像は親の考えは及ばない時もあるなっていう反省もしたし、うんうん、あとなんか何回も回ってくるじゃないけど、そういう例えば間違いを犯したり失敗をしたりした時に、その場にいたらやっぱりこの1回しかないって思うよなって、学校でいじめられたり小さい世界の中でもあのうまくいかなかった時にもうこれが全てだ終わりだって思うと思うんだけど、いやそうじゃないよっていう、まあ、何回でもあるよっていう可能性をやっぱ教えてあげられるのは外の世界の人だなと思った。そうだからその、うん、ね、預けてた荷物がね、うん、は1周じゃなくて1周目取れなくても、まあ、2周目3周目で取れるっていうのがね、世の中のあらゆることに、ね、そう当てはまるっていうのをね、でも教え大人が結構大人になってるとね、そういうの当たり前に知ってることでもね、うん、子供はもうそれが1回しかないと思う、うん、その1回で失敗したらおしまいだって思っちゃうっていうのはね、すごくこう深いね、どうですか、小説になりそうじゃないですか、お願いしますいや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 、ちょっとだけ小さくクレジット入れてもらったら、はい、坂本美雪ね、あの原案、うん、原案いやでもすごくいい話だなと思って、ありがとうございます、はい。自分の家族のことをしっかり書いてみようという、まあ、チャレンジをしたのが5年ほど前なんですけれども、それを今年春に新しくあのストリングスを入れて生まれ変わって、高橋恭二さんの美しいバラの写真とともにシングルとしてリリースしました、自分の家族というのはまあ、とても個性的な家族ではあるんですけれども、まあ、だからっていうわけじゃなくて、きっと
どんな家族でもみんな、どんなに仲良く何も問題がないように見えても何かしら親子っていうのは面倒くさいことを抱えていたり、もしくはラッキーなことに面倒くさいことを乗り越えられたり、そうじゃない場合は乗り越えられぬまま別れが来たりするものなんじゃないかなと、人生の半分ぐらい来たところで正直な気持ちを書きました。それでは家族の歌聴いてください。
ありがとうございました。